皆さんおはようございます。ペボーチャンネルです。本日は1月8日水曜日、本日も音楽と機材も胸に元気に過ごしてまいりましょう。さて、昨日ツイッターでご紹介させていただきました新規初投稿は、山梨県笛吹市16歳、高校生ですね、トーイさんからのねベース用のボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。市販のハードケースの中にね、なんとズームのマルチが2台、というですね構成になっております。マルチがね2台も入っていて、どうするのかなと思ったらですね、生産完了品になっているね B2 の方、こちらをですねチューナー代わりとワウで使っていますということなんですね。でもね、エクスプレッションペダルというかね、つながっておりませんので、おそらくねワウといってもオートワウ的な使い方なのかなというふうに想像いたしますけどもね、ぜひともねマイページ公開いただいているのでね、こちらのワウのサウンド、をですね、動画でリンクいただけたらありがたいなというふうに思います。ということで今回の金額、じゃじゃん、39,960円ということでですね、まあボードもパッチも入れてだいたいこれぐらいかなというふうに思いますけどもね、で今回ね最後になりますけどもね、近々マルチからコンパクトに移行する予定ですというね、予告、していただいておりましてですね、その際はですね、ぜひともこのエフェボーチャンネルのですね再生リストがございます。ベース用のエフェクターボード事例とかですね、それからスイッチャーの事例もね、旧事例だけですけれどもね、ありますので、ぜひともね、この56本の動画、あるいはね、リンクもついておりますのでね、ベース用だけで見ることができますので、ぜひともね、そういう活用の仕方をしていただいてですね、熱いこのベース用ボードのね、投稿を参考になさっていただきたいと思います。この度はね、貴重な、ボードをね、投稿いただきまして、誠にありがとうございました。それからね、マイページのね、ベースとかもね、公開いただきまして、誠にありがとうございました。次回の投稿を楽しみにお待ちしております。皆様方もね、ベース用のボード、どんどん投稿いただきたいと思います。ありがとうございました。